はいどうもルルシュでございます。本日の動画は、先日シーンの購入品紹介の動画を、アップしたんですけども、そちらの方でアクセサリーがちょっと多すぎて全部紹介できなかったので、今日は別途で、まだ残っているアクセサリーたちをレビューしていきたいと思います。はい、本当にね、計42点買って洋服が結構あったので紹介しきれてないものが結構あるのでね、ちょっと紹介していきたいと思います。はい、こちらにちょっとまとめたので一個一個今回はねちゃんとアクセサリーを紹介していきたいと思います。まずはこの指輪、今つけてるんですけど、こちらが10本のアローデザインリング182円ということで、こちらねこんな感じで10本ついております。でこういうね指輪をめっちゃいっぱいつけるの可愛いなと思ってセットで買いました。こんな感じのデザインです。全然可愛いですよ。まあ一個一個よく見たらチャッチーのかもしれないんですけど、全然私は問題なく使えますね。で最初ちょっと iPhone ケースちょっとね4つ買ったんで、この子たちを装着していきたいと思います。こちらがグラフィックレーザースマホケースということで167円、めっちゃ安。あれは TPU 素材ですね。シリコンではないんですけど、プラスチックでもないみたいな中間の素材です。めっちゃ可愛くないかこれ。ミラーっぽいデザインでめちゃめちゃ可愛いんですけど、しかもアイフェイスみたいな感じだから持ちやすい。ここちょっとくぼんでてこんな感じで、ちょっと反射してみづらい。めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い。これ当たり、全然緩いとかもないし、かわいい。あ、で、これフィルム取ると多分、普通の白い、透明なやつとしても使える。でもこれミラーとして使った方が絶対かわいい。次、こちらが、コントラストフレーム携帯ケース、紫色で、こちらが201円です。なんかシンプルなんですけども、これが一番高いのかな？ね、縁に紫のデザインがされてる。こんな感じ。見える？ちょっと見づらいかな。いや、かわいいこれ。シンプルだけどめっちゃなんか高見えするわ。なんかね、レビューでボタンが押しづらいってあったんですけど、全然押せますね。しかもこのレンズのキワキワまでちゃんとカバーしてくれてるんで、このね、10R とか。で、私はここにちょっとシンプルなんで、蝶のね、バンカーリング買ったんで、それをね、つけたくて。ちょっと流れで紹介しちゃおう。この蝶々型スマホリングホルダーの青色、ワンサイズ86円ということで。めちゃめちゃ可愛いんですよ。こんな感じの、沢尻エリカ様みたいなね、感じの蝶々。で、ここにちょっとリングデザインになってて、こういうシンプルなね、とこにこうやってついたら可愛くないですかっていうことで買いました。絶対可愛いね、これね。はい、このバンカーリング、本当に私 10R でっかいんで、ないとね、本当にバカ落とすんですよ。バカ落としてしまうので。で、携帯ケース、もうスマホケースだけでどんだけ時間かかってんのって。で、次がこちら、牛柄透明電話ケースの青色で90円です。90円って恐ろしいよね。90円ってこのクオリティっていうね。ほら、かわいい。いや、これもかわいいな。絶対かわいいよね、これ。最近青色私めっちゃ好きなんですよね。ただ、プリントがちょっとチャッチーさは否めないんですけど、まあ、削らない限りね。こうやってやらない限りは取れないと思います。かわいい、かわいい。どんだけアイフォンケース作ったの私。って思った。これはね、ちょっとちょろっと紹介したかな。洋服の方の購入品紹介で。これがハンドストラップスマホケース、蝶々デコレーション、クリア。229円。ちょっとこれが高めかな。アイフォンケースの中では。これがね、ジャラジャラうるさいんですけど、超かわいいよね。かわいくないですか？ほら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 、こういうね。ゼラついてる、ちょっとギャルな感じ、かわいいよね。で、ちょっとこれは、ここに手をね、入れて、まあ、安定感あんまないんですけど、まあ、そんな感じで使うのかなっていうね。ちょっと電話してる時にこれ、ジャラ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 言いそうですね。ジャラつきの音が入り込みそうなんですけど、何ジャラジャラ言ってんのっていうね、感じになりそうなんですけども、すごくかわいいです。はい。これが、これもチョーカーですね、チョーカー。はい、こちら、めっちゃかわいいです。チョーカーみたいな感じで、蝶々がいるんですけど、見えます？ここに。全然安っぽくないし、素材もそんなにチャッチくないから。可愛いよ、これ。
これも当たりでございますね。可愛いですね。どんどん行きましょう。ちょっとネックレスシリーズ行きましょう。ネックレスシリーズ。絡まってるー。絡まってるー。え、これ超可愛くないか、これ。え、これはやばい。え、これみんな買って自分のイニシャル。私は R 買ったんですけど。え、わかるかな？あの、チェーンすごいちゃんと重みがあるんですよ。重みがあって。全然チャチくないよ、これ。あの、これ多分ハイネックのトップスとかに合わせても絶対可愛い。これもう、ハズレを探す方が難しいんじゃないか問題なんだけど。次も、紹介いきます。これもちょっと短めの、本当に首輪みたいになるタイプの、ワンちゃんですかみたいな、首輪ですかみたいな。あ、これも可愛い。シンプルなんで何でも合うと思います。こんな感じで。へえ、かわいいよ。軽めなんで、チャッチさま否めないけど、なんか裏側がね、ちょっとチャッチんだけど、ちゃんとつければかわいい。次が、ちょっとかわいい系。え、これもかわいいぞ。黒いお花みたいなのがペペペっている感じの、ちょっとかわいい系の。あ、でもちょっと、そんなかわいいかわいいしてないから全然私つけれるわ。いや、いい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 。すごくアクセントになって、首元が華やかになりますね。かわいい。はい、次も。チョーカーです。皆さんこれ結構緊急事態です。これ皆さんわかります？これ蝶々が裏返った状態なんですよ。この右のこのこれね、これ右手でやるじゃないですか、利き手でやるんじゃないですか。利き手でやろうとすると蝶々裏返ってるんですけど、これ私左手でつけるってこと？あ、オッケーオッケーオッケー、いけた。本来なら多分もっとキュッてつけたいんで、今ちょっと緩めにつけちゃった。これもね、蝶々がここにいるチョーカーです。見えますか？これシルバーですね。シルバーを買いました。これ今さ、左利きの方の気持ちが分かったよ、若干。な、世の中のさ、大半のものってこう、右利き用にできてるじゃないですか。こういう些細なとこでね、結構大変なんだなっていう風に、思いましたね。取るのも大変なんだけど、どこにあるんっていう。で、お次がこれ私多分買ってないんですよ。買ってないんだけど入ってたっていう。おまけ？おまけ現象なのかな？これ。おまけなのかな？おまけなのかな？なんかちっちゃい黒いハートみたいな。あ、でもこれ普通に可愛いわ。普通に可愛いわ。なんかシンプルだから何でも使えそう。ありがとう。おまけとして受け取っとくわ。これがちょっとセット商品です。こういうセット。なんか某、ハイブラのネックレスにめっちゃ似てるんですけど、こんな感じ。あ、普通に可愛い。こんな感じ。可愛い。普通に使える。で、次、ちょっとピアス系いきましょう、ピアス系。これ、かわいいんですよ、蝶々。もうどんだけか、今回、蝶々のものをめちゃめちゃ買ってるんですけども。これね、いや、これは絶対かわいい。で、キャッチもちゃんとしてる。超かわいいんですけど。ちょっとかわいくない。蝶々。蝶々が、蝶々してるんですけど、かわいいね。かわいい。はい、当たりです。はい、次、ちょっとね、ピアスですね。次のピアスです。こんな感じの、シルバーの、ペローンと、ペローンと長いピアスを買いました。今、ちょっとピアスのね、つけてるのを見せたりして分かった方もいるかもしれないんですけど、ピアスのね、穴が、の位置が全然違くて、左右で。そう、やっぱちょっとね、この、長い系のピアスをつけると、この長さの違いが出ちゃうっていうね、その、ちょっと恥ずかしいんですけど、え、これめっちゃ可愛いよ。え、ちょっとドレッシーな格好した時に絶対いい、これ。ドレスアップして。で、これ耳かけてた。超可愛くないですか？私今回シルバーを買ったんですけど、ゴールドもありました。めっちゃ可愛いです、これ。可愛い、可愛い。そう。で、私ピアスのね、穴をね、開ける時にね、もう今思ったら恐ろしいんだけど、画鋲と消しゴムでやったみんなんですよ。あ、これしかも、ちょっと見えるかな？このね、パールの後ろにキャッチついてて、多分これね、長いの外したら、1個のピアスとして使えるっていう、そういう、何？二面性を持ち合わせている系ピアス。え、やばくない？そう、これ色地でゴールドも欲しいぐらい可愛い。めっちゃ可愛い。そう、だからピアスのね、穴をね、画鋲と、あれね、消しゴムで開けるのが流行ってたんですよ。恐ろしいよね、私の時代。多分平成2年生まれはね、多分共感してくれると思うんだけど、めっちゃ流行ってて、それをやっちゃったっていうね、恐ろしいね、恐ろしいね。当時の私何を考えてたんだろう、本当に。いや、もうだって感染症とかになっちゃうじゃん、バイキンはったりとかして。
絶対みんなあのちゃんとピアスターとか病院でつけてください。あと位置とかもね、位置とか大事なんでマジで。で次、はい、また蝶々。もうどんだけ蝶々やねんっていうね、どんだけ蝶々やねんっていうね、蝶々の本当にシンプルなピアス。ごめんなさい、ちょっと耳赤くなっちゃった。こことここに2個でつけたら可愛いなと思ってシンプルなの、この蝶々買いました。もうさ終盤じゃない、もう終わったんじゃない。ちゃんと今回紹介した中で一番めっちゃお気に入りだなって思ったピアス、こいつ。マジで可愛い、このシンプルのね。でこれ耳かけた時のこのここの華やかさがね、素晴らしいです。でネックレス、私これがすごくなんだろう、高見えするなって思って、すごくね。で夏とかこれ超可愛いじゃん、絶対みんなこれ買おう、買おう、可愛い、マジで可愛い、可愛い。ただちょっとこのね、一個だけこのね、こいつ、この蝶々の蝶々がちょっと安っぽいかなって思った。若干安っぽい。それぐらい、それぐらい。あとはマジで可愛い。で、iPhone ケースもマジで天才。超可愛い。全部。全部可愛い。多分しばらく私このピンクか牛さん、水色の牛さんつけるかな、しばらくは。はい、ということで本日はシーンで購入したアクセサリーを紹介していきました。あとスマホケースね、本当に全部可愛かった。若干ちょっとチャッチーかなっていうものもあったんですけど、それを抜いても差し引いてももうコスパ最強。もうアクセサリーここで買っちゃったら、シーンで買っちゃったら他で買えなくなる現象だねこれね、本当に。今回ね、紹介した中で気になるものがあった方は、ぜひ、シーンを見てみてください。要チェックでございます。はい。ということで、本日も最後までご視聴いただき、誠にありがとうございました。少しでも楽しんでいただけていたら、参考になっていたら嬉しいでございます。チャンネル登録とグッドボタンもお待ちしておりますので、よろしければポチッと押してみてください。はい、では、また次の動画でお会いいたしましょう。またね、バイバイ。じゃねー。